元気さんちょっと座ってくださいな、はい、どうも。え、いいよいいよ、俺は端っこの方で。ですね、とりあえず今日は靴影元気選手の、スペシャルインタビューということで、なんで、まあ、今回動画を、ね、動画を撮ることになったかというと、2019実況隊が選ぶ23スーパープレーの MVP を受賞されたということで、おめでとうございました。ありがとうございます。去年は2018年は伊藤俊太選手がね、取りまして、で今年は、靴掛元気選手の、はい、あのプレーが、受賞になりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの、寝耳に水でね、こんな賞いらねえやっていう気持ちで。そんなことないですよ。そんなことないです。そんなところまで見てくれてんだっていう、はい、いや本当にもらえるものは何でももらおうって言ってね。基本ね、あのボールもね、あの呼ばないと出てこないですけど ね、そんな、靴掛元気選手なんですけど、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回あの靴掛選手がね、受賞したあのプレーというのをね、あのちょっとご自身でねパソコンを持ってもらって、見ながらね少しおしゃべりいただきたいんですけど、今ね、ちょうど相手のゴールキーパーから靴掛選手がボールを取って一回右に預けて逆サイド、亀島選手クロスボール、見事ですね。真ん中で待ってたのは達也選手。そうですね。まあ一瞬で見るとね、はい、こんな感じ。今あの下の方に映像映ってるかと思うんですけれども、あのまあ2019年12月のこれ8日 ZA オリプリスタジアムで行われた関東リーグの1・2部入れ替え戦なんですけど、はい、今年はでもタフでしたね。最後の最後までね、こんなシビアな試合が続いて。まあ、僕は途中夏8月に再加入といいますか、うん、戻ってきて、はい、まあ、こんなに苦しい状況、苦しい状況っていうのは分かってたんですけど、うん、こんなにも苦しいもんかと。で、まあ、僕が戻ってきて、まあ、多少の起爆剤じゃないですけど、うん、なればいいかなと思ってたんですけど、うん、3試合勝てなくて、うん、なんか どうしていいかっていうのが分からなくて、本当にやっぱり迷った、はい。なるほどね、自分のその普段のプレーを出しても勝てないというか、まあ僕にももちろんあれは問題はあったと思うんですけど、そのチームを変えれなかったっていう、まあ結果的にはこうやって最後残留できましたけど、難しいシーズンだったのかなっていうのは。そうだよね、はい、あの最後のまあ入れ替え戦、東京23 FC と東邦チタニウムさん、入れ替え戦だったんですけれども、元気選手がね、あのこれ受賞した理由っていうのは、元気選手はあの相手のゴールキーパーがパントキックをする、はい、しました。で、相手のゴールキーパー外低い弾道でね、はい、相手のフォワードをちょっと左に開いていた選手にこうつけようとした時に、あの瞬間もう元気選手動き始めてたと思うんですよ、はい、あれはやっぱりキーパーが次何するだろうって読んでたんですか。まあ4、まあ、それもありますけど、うん、僕はそんなに足が速くないので裏に 蹴られたくないなっていうのがあって、うん、先に相手との距離を取って、うん、でキーパーのスタンドを見て、うん、あ、これ自分が前に触れるなと思って前に相手より先に触れたのは良かったんですけど、うんうんうん、まあそのやっぱ読みですかね。でもいい判断、そうですね、結果的には良かったかなと思いますけど、うん、元気選手の特徴ってあのインターセプトですよね。そうですかね。あとでまた違う動画見せますけども。本当ですか、うん、元気選手が一気にスペースに入っていって、はい、向こうの右に開いていた選手、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、覚えてないんだけど、小泉選手が、はい、ワンタッチで戻して、はい、でスペースの中でボールを受けた、はい、あそこはこう連動感っていうのは、ね、次のイメージとかあったんですか。その僕が小泉にパスを出した時に、うん、逆サイドにいるパス出した亀島なんですけど、ああその声が聞こえたんですよ。で、はい、でもうちょっと感覚的な部分ではあるんですけど、うんうん、あの辺に出せばあいつ行ってくれるなっていう感覚で、うん、でちょっと映像見ていただければ分かるんですけど、うん、小泉からのパスをもらった時に一回チラッて見て、すごいフリーだったのが見えたんで、うん、見てるんだ、はい、見ました。すげえ。で、亀島本人は、うん、あれパスじゃないでしょって言ってきたんですけど、うん、僕は完全に見てて、うん、あそこに出したつもりなので、うん、完全にパスなんですけど。そうだよね、だって小泉選手からのリターンだってダイレクトで、ダイレクトで、はい、逆サイドでやってるじゃないですか、はい、ってことはもうすでに読んでいた、はい、で亀島選手がそのボールを持って、あれは元気選手が行ったから向こうのディフェンスがこうグッて右に寄りましたよ ね。そうですね。で亀島選手がフリーになって、でボールを持って1対1になって、はい、ぶち抜いて、でクロスボール、そうですね、すごい見事なあれもクロスボールで ね、あれも今年一番いいクロスボールじゃないかなと思って。そうですね。で真ん中で待っていた達也選手が相手を一瞬こう抜いてフリーにしてヘディングで決めるという、はい、
もうなんかサッカーの一番惜しいところが全部揃ってるみたいな、ね、プレーだったんですけど、あの中でもやっぱり僕はすごい思ったのは、入れ替え戦という神経戦で皆さんすごい辛い状況 で、はい、で90分戦った後に、10分ハーフの前後半ですね、はい、延長で体も相当疲れてたと思うんですよ。そのにもかかわらず元気選手が最初の一歩を出したところからこう全部こう連動してつながっていくという、はい、あそこの自発性、あの自分が何かして誰かのために動かしてる、はい、チームのために何かをしてやろうっていうあの一歩が出るか出ないかって僕フットボーラーとして一番その違いだと思うんですよ。ありがとうございます。そんなとこ見ていただいて。いやで元気選手のそのプレーがやっぱり僕なんかもほら普段あのねあのパラゲルさんもそうだけど普通の社会人じゃないですか、はい、まあ元気選手もお仕事してると思うけどそういう中で自分もこう迷う時ってあるんですよ、はい、でもその時にもう一歩でもね最初に自分が動いたら周りも動いてくれるっていうその勇気をもらった感じ、はい、本当ですか。本当本当。まあでも僕もプレーしながら、うん、その誰かのために走ろうとかっていうのはすごい意識をするようにしてて、うん、だから僕ができない分他のところにやってもらうけど他は僕が補うよっていう、うん、なんていうんですか気持ちでプレーしてるので、うんうんうん、まあ、そう言って評価していただけるのは大変ありがたいです。ね、フットボーラー靴掛け元気を深掘りって今台本に書いてあるんだけどあの生まれは1993年そうです。 J リーグの開幕年そうですね。もう J リーグが始まったカズがこれやった時に生まれてるんですよちょっと僕らも年取るはずだ ね、 ね生まれは江戸川区葛西です。本当に葛西です。本当今日はあのこれ撮影してるのはあのタワーホール船堀の展望台からなんですけれども、はい、あの展望台からねこう江戸川区周辺がこう一望できてすごいね。江戸川区こんなタワーもでも僕26年間江戸川区住んでるんですけど、うん、ここ来るの初めてです。展望台来るの初めてですえ今日、はい、よく見といてこれがあなたの生まれた街ですから、ね、ここちょっと放送お願いしますなしでそういうの全部出ちゃうんだな実況サイド後ろにもねあのスカイツリーがこうあったりとか、ね、本当川が流れてて本当こう東京のね東東京の下町の雰囲気がすごい出てるんですけれども江戸川区で生まれて、はい、で、ご兄弟はいらっしゃる兄がお兄さん、はい、あのお兄さんと元気さんの2人きりそうです。なるほど。お兄さんは雄太さん、はい、ってことは靴掛雄太選手、はい、あじゃあ2人ともサッカー選手フットボーラーだ、まあ、兄は一応 J リーガーで J3 で、ね、はい、3でやってて、お兄さん2歳上、はい、で最後に在籍したのはアスルクラロ沼津さん。そうです、はい、去年引退しました。そうですか。じゃあ子供時代から兄弟とはいえライバル関係はあったんですか。まあそうですね、僕は兄はちょっと僕が弟なんでどう思ってたか分かんないですけど、うん、僕は兄なんで兄に負けないようにっていうかは常にありましたね。大体弟の方が鍛えられちゃうんだよね。そうですね。いやそうですね。そうだよね。僕は器用に、うん、だ父が結構厳しかったので、兄にこう言ってそれを僕が真似しないようにっていうか、うん、うまくこう、うん、その接してたかなとは思いますけど。あ、なるほど。どんな子供時代でした、小学生の頃とか。小学生でもずっとサッカーやってましたよね。それこそ、はい、うん、本当に平日はサッカー、そのクラブチームがない日は、うん、活動がない日は、うんうん、本当に学校終わりサッカーやって、うん、で土日は本当僕の練習やって兄の練習にそのまま混じってとかってずっと本当一日サッカーやってるんです。はい、小学生なんで FC80 ゴールスターズ、はい、地元のクラブチーム、はい、そうですね。今ももちろんねあります、ありましてね、はい、で高校は関東第一高校、これも地元、はい、すごいね全部地元ねバルセロナでねこういう選手いたらねみんなね喜んじゃうよねハリウッドのクラブでまああの東京 23FC ですが関東第一高校に入って、で高校のサッカーはいかがでした。まあでも結構走りましたかね、うん、大変でした。その小学校も中学校もそんなに走ってきてないので、うん、高校でまあフィジカルトレーニングっていうのは一番きつくて、うん、まあ、僕もで関東第一に入ったのも、うん、多分下から数えた方が早いぐらいの、その多分僕もレベルで、ああそうなんだ。でまあその監督が、うん、まあ、僕を使ってくれたので結果的に10番でキャプテンになることができたんですけど、まあその 入学当初は試合に出れるのかなとかっていう不安はやっぱりありましたし、うん、何人ぐらいこう選手いたんですか。監督は僕の学年は40人います。40人ってことは100人ぐらい。そうですね。その中でね10番でキャプテン、
3年生の時は一応え、選手権は行かれたんですか？決勝で、東京都の決勝で負けてしまいました。じゃあもう一回勝てば、そうですね、選手権行けたんだ、はい、はあ、振り向くなよ振り向くなよ、はあ、決勝はどことやったんですか？あの東久留米総合って、あ、はいはい、あの都立の来るそうです、ね、はい、来るそうです。どんな感じで負けちゃったんですか？最初2点取られて、うん、で後半の38分から残り2分で僕ら同点に追いついて、うん、でうわこれ勝つパターンのやつだと思ったら PK で、うん、PK で負けちゃってお前らそれ勝つだろみたいな、そんな、はい、試合後のロッカールームはどんな雰囲気だったんですか？もうどんよりとかじゃないですよね。もうみん、はい、まあ、僕はあんまり泣かなかったんですけど、泣かなかったっていうか、うん、あ、終わっちゃったっていう感覚がやっぱあって、うんうんうん、なんか両親とかにもなんか申し訳なかった気持ちっていうかがやっぱりあって、うんうん、そんな、そこではロッカールームでは泣けなかったですね、うんうん、で終わった後その観客っていうかその挨拶に行った時に大泣きでしたね、うん、高校サッカーいいよね。そうですね、ね、本当にあのいいです、はい、僕が負けてから高校サッカー見れなくなりましたね。あ、自分が負けてからってこと、はい、一切見てないですね。え、悲しくて。いや、そういうわけじゃないですけど、もう卒業したって感じなの？そうですね、結構ドライだね海外移籍とかし、うまいいんじゃないの？しやすい。どうですかね、うん、そうだよね。で大学は専修大学、はい、専修大学のサッカー部、はい、なるほど。大学のサッカーはいかがでした？今までこういろんな学年でやってきて。そうですね、やっぱり僕が入った大学は多分僕が在籍した時多分一番強い大学だったので、うん、まあ縁があって入れましたけど、うん、ずっとなんか、まあ、レベル、自分のサッカーのレベルっていうのはすごい上がったとは思うんですけど、試合にそんなに関われなかったので、うん、そこはちょっと悔しかったですけど、うん、まあ、4年間学ぶことが多くて、うん、まあ、充実した4年間で終わったかなと思います、うん、中学校から大学ぐらいまでのポジションはどこをやられてたんですか？でもずっとボランチですね。ずっとボランチですね。すごいね。じゃあ本当職人だね。いや、そんなことないですよ。いや、すごいと思うよ。で、大学を卒業してから、東京 23FC に入って、はい、でその後一回ビアティ・ミエに、移籍して、でまた今23に戻ってきてくれてると、はい、23との出会いとか、最初に大学卒業して23に入った時っていうのは何かこうきっかけがあったんですか？まあその高校の監督が、うん、その原の GM とその知り合いで、うんうんうん、それのなんていうんですか、関係もあって、うん、花さんに声をかけていただいて入団するって形になったんですけど、うんうん、であとその伊藤俊太選手がもともと知り合いだったの で、うんうんうん、でお前来いよっていうのは声をかけていただいてたので、うん、あ、じゃあお友達だったんですか？そうですね、僕兄と伊藤俊太選手があの同級生なので。あ、じゃあ俊太さんの上なんだ。はい、あ、そうなんだ。で小学校からずっと知ってたので。あ、なるほどね。あの天皇杯の予選でね、2012年に23が1回選手ってやってるんですよ、はい、知ってます、覚えてます。で23が勝って、もうサッカーファンがみんなびっくりしちゃって、あの選手に勝ったって本当かみたいなんだけど、あの時は選手、僕は 1年生ですね、僕は。はい、1年で試合は出てない。出てなかったですね。あ、じゃあ見てる方だったの、はい、なるほどね。でもめちゃくちゃ強いなっていう23、うんうん、正直最初全然知らなかったので、うんうん、どこだよそれみたいな感じで言ってたんですけど、めちゃくちゃ強くて、うんうんうん、こんなとこあるんだみたいなイメージでした、うんうんうん、23に入団したのが2015年。15年ですね。とすると、羽中田さんの1年目か、1年目はどんな感じでした？23での自分のプレーというか。まあでも試合に関われなかったので、うんうん、まあ、ベンチに入って最後少し出るっていうのがリーグ戦ではずっと続いて、うん、結局リーグ戦もスタメン3試合で全社、うんうん、から試合に出れるようになってっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、もどかしいというか、うんうんうん、自分のプレーはそれなりにいいかなと思ってても、うん、結局試合には出れてないので、うんうんうん、そのもどかしさっていうのはありましたね。なるほどね。で2年目の2016年、はい、これは、結構出場機会ありましたよね。そうですね。まあそうですね。でも試合に出ててもなんかまだ自分が中心っていう考えにはなってなくて、まだ出させてもらってるっていう、ちょっとそのネガティブじゃないですけど、そういう気持ちではプレーはしてましたけど、
まあ、だから結果もそんなに出なかったのかなっていうのは思います。まだ消極的な感じだったの、ね、はい、なるほどね。優勝した年のことなんですけれども、はい、止血は行きましたよね。止血は行きました。富士北陸、はい、で素晴らしいシュートを決めてるじゃないですか、はい、これはね相手がねこう長いボールを蹴ろうとした、これをもうインターセプトを狙ってそのままハーフカウンターで一気にシュートを決めたところ、富士北陸が富士山大爆発すごいシュートだったよねこれはね。これも自分でもびっくりしましたね、うん、ありがとうございました。いや、この確か地域チャンピオンズリーグの2試合目ですよね。2試合目ですね。1試合目が確か引き分け、はい、PK で引き分けで、2試合目にアルテリーボかな、そうです、アルテリーボ和歌山に 0-1 で勝って、はい、で3試合目までこう可能性をつないだ見事な決勝点だったんですけど、これはどうですか、サッカー人生の中でも。でもベストゴールですね。ベストゴール、はい、そうか、よかった。いや本当にあれは、うん、カウンターになって、うん、相手と3対1で両方に人がいるのが分かってたんで、うん、で僕もあパス最初ずっとパス出そうってずっと思ってたんですけど、うんうん、なんか気づいたらシュート打ってて、うん、あ、じゃあインターセプトして相手のボールをこう先奪ったじゃない、はい、で奪った後はパスの選択も考えていたんだ。パスしか正直考えてなかったです。ああ、でこちらに右にいたのがちょっと誰か覚えてないですけど、うん、左にいたのがあのキョンさん、山本キョンさん選手なんですけど、はいはいはい、もう出してシュート打ってもらおうっていうイメージでずっとこうドリブルしてったんですけど、相手がそっちを切ったんですよ。ああ、なるほど、はい、そこまで結構すごい冷静に見れてて、うんうん、ああもういいや打とうと思って、うん、でシュート打って、まあ、決まったんで。じゃあそのむしろそのためが相手をこう、え、そうですね、動かしたんだね。そのキョンさんにもお前なんでシュート打つんだよって思ってたらしくて、まあ、決まったから結果的にはなんか良かったんですけどそれで外してたらもう多分ブチ切れられてて僕キョンさんらしい ね, ねでもよく吹かさず低い弾道で ねもうネット破けるかみたいな素晴らしいゴールだったけど ねあれは、まあ、あれもスカウト、その時ヘッドコーチの土屋コーチが、うん、はい、そのああいう不用意なパスがあるから元気狙ってろよっていうのを前日のそのミーティングで言われてて、あ、なるほど、だからそのスカウティング通りっていうか、あ、で僕が狙ってたまたま来たので。今おっしゃられた土屋さんは土屋圭太コーチの。あ、そうです、土屋圭太、そうですね、もう戦術の、ね、マニアですからね、はい、本当ある意味ね。なるほどね。さあ、そして、最後の方になりますけれども、まあ、途中一回こう武者修行でビアティン三重に行きまして、でビアティンで半年、半年です、はい、三重の生活はいかがでした？いやでもそれも本当に練習終わって仕事して、うん、で土日は本当に家にいるって感じですね、うん、本当にずっと家にいました、うん、そのチームメイトとどっか行くっていうのもあんまりなかったですし、うん、あ、じゃあ三重観光したりとかしなかったの？毎週。そうですね、ないですね。去年の7月28日ですよ、場所は駒沢オリンピック公園補助競技場、東京23 FC VS 日立ビルシステム、得点は 0-3 もう去年一番私が見ててつらかった試合、ね、でもう途中でやめようかと思ったぐらいつらかったよね。あの本当に何もかもうまくいかない試合 であの機材を片付けて、ね、選手たちもうなだれてて控室から外に出ようとしたら控室に元気さんがいたんだよ。で元気さんに似てる人がいるなと思ったけど、まさか元気さんがいると思わなかったからまあ似てる人なんだろうなと思って遠巻きに見てたんだけど、あれ元気さん、あ、そうです、僕見に行ってましたで、あの試合を見て何をどう感じたんですか？いやー、まあ、率直に本音言うと何してんだよっていう、うんうんうん、こんな、まあ、言い方を悪く言えば弱かったっけって、うんうん、っていうのがちょっと本当本音で言ってたよね、はい、でまあああの時にはもう僕は戻ろうかなっていう気持ちがちょっとあったので、うん、でそれを見て、うん、まあでもそれで僕が変わって入って変わるんだったら、うん、もういいかなっていうか、うん、そのそれで変わるんだったら、うん、いいっていう気持ちでもう、あ、地元でもう一回やると、はい、そうですね、はい、
あの試合後に角選手と喋ってる時にもっと縦を入れろよっていうのをずっとおっしゃってたのを聞いたんですよ、はい、で確かにね、あの元気選手があのボランチの深い位置からボールを取ってフォワードの人にこうスーッと糸を引くようなねグラウンドの縦パスを入れるのって僕大好きなんだけど、あれがやっぱりこうチーム全体を動かすのに必要だなってことを多分おっしゃられてたんだと思うんですけど、結果として戻ってきてくれてあの試合負けてよかったなっていうのと思うよ、ね、さあそんな去年2019年を元気選手がこう総括するとどんな一年でした？去年は去年はまあ本当にさっきも言いましたけど苦しいシーズンだったんですけど、うん、まあ、結果的にですけど、うん、まあ、残留できたし、うん、まあ、僕が戻ってきてよかったのかな、そのチームに少しでもプラスにはなったのかなって思ってるんで、うん、まあ、僕自身は よかったまでは言わないですけど、うん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 、まあ残留できてよかったよねっていう話ですかね、うん、なんかでも手に入れたものあったよね。そうですね、去年の後半のね、はい、3試合はね。それで今年ですよ、2020、バウル23がスタートいたします。土屋幸男監督になってね、新しい1年が始まるんですけど、今年の2020年の東京 23FC においてくっつかけ元気ね、さあどういうプレー、どういうサッカーを目指しますか？でももう去年はやっぱり相手をこう引き込んで、そこからカウンターに前に出てくっていうサッカーだったんですけど、多分今年はそのバウル監督は、土屋監督は僕らがこう主体というかリアクションじゃなくてアクション、そう、それでまあもっとアグレッシブにボールを奪いに行ったりっていうのが多分見れると思うので、まあ躍動感じゃないですけどは期待してていいと思います。期待しててください。あ、いいね。バウルさんがいて、で後ろに正樹さんがいてね、はい、なんかこういろんな人がこうサッカーをねいいサッカーを23で作ろうとね今頑張ってらっしゃるんですもんね、はい、今日はこの後新体制発表会がありますけど、新しいね選手たちの中でも ぜひね靴掛け元気選手ね、今年ね皆さん注目して、あ、今年背番号何番だっけ？いや、まだ決まってないんですよ。あ、決まってない、はい、これから発表か、はい、じゃあ何番かちょっと皆さん調べてですねもう多分この動画見る頃には発表になってると思うんですけど、ぜひあの23の試合でね元気をこう注目してね、はい、元気のインターセプト縦パス、それから積極性、これをぜひねあの見てやってくださいね、はいはい、我々もまた痺れる試合に味わせてください、はい、必ず、はい、どうもありがとうございました。靴掛け元気選手でした。ありがとうございました。